まあ、そして先週、ってか日曜日、ジャイアンツは優勝しまして、あ,<ー>ね、あのー、ビールかけ、かけね、S1 で行かせてもらいました、はい、でも、でも、本当と S1 去年から始めて、で、いきなり前、ね、初年度もジャイアンツのビールかけ参加できて、で、2年目も連続でできて、すごいラッキーですよ。うん、あの、土日に優勝しないと S1 的にはほら、 見るかけとかね、俺が参加することはないんで、<ー>ちょうど両方とも2年連続土日だったので、うん、よかったですね。土曜日にも行ったんですけども、うん、で土曜日はね、巨人負けちゃって、うん、それで優勝なくて、それでまあ、日曜日も行けたんで、日曜3で終わってから行けたんで、まあ、よかったですよまたもうガードがすごかった。ガードね、あの、またしてもらいましたけど、うん、ただですね、今年の場合はですね、あのー、いきなり冒頭で原監督と、 おいおいのあの、菅野投手、うん、ツーショットで、もういきなり来てくれたんですよ、わーっと。うん、で、わーっと思って。うん。ほいで、原監督おめでとうございますって言ったら、で、まあね、あの、えそのスタッフ側は、やっぱりこうガードしなきゃいけないって言ったんで、うん、去年以降。原にタックル。腹にタックルはします。<laughs> <laughs> やろうそれはさすがにできないそれはできないでしょ、どう考えても。それで、あの、すげえまたなんか、完全防備みたいな服を用意されたんですよ、カッパの。ね。それは僕の方に気遣ってもらってるわけですよ、s のスタッフが。で、フードまでこうあって、で、それでこうインタビューに行ったら、原監督が、随分守りに入ってるね。みたいなって。そうしって、そのフードをバサッとやられたんですよ。まあ、そこで別に原監督が俺にビールはかけなかったけど、まあ、 いつも以上に渋気はまあばーっとまあ舞うじゃないですか、その辺ね、こう来てると。それでやられて。だからまあ、去年よりかは多少はまあかかりましたけど、でもまあ別にそんなすごいことにはならなかったですけど。でもまあ本当に去年もそうだったけども、言ったらやっぱね、こうね、酒のミストサウナみたいな感じですよ。もう息する空気が全部もう、霧状の酒みたいなまあ状況ですからね。どうなったのあ、あのね、 大丈夫した。全然別に頭痛くもなんないし、あ,あ,うん、あの、別に気持ち悪くもなんなくて。まあ、あれぐらいだったらまあ、全然大丈夫かけんなダメ。だからまあ、それでもっとね、かけられたりするときっとほら、あの、毛穴とか皮膚からどんどん吸収しちゃうじゃないですか。だからまあ、それで多分もしかしたらね、酔っ払っちゃうかもわかんないですけど、でも多少それでももちろんこう吸収するから、うん、あの、ちょっと赤くなりますよ、やっぱり。あ、そうなのうん。赤くなります。<ー>もうあの、胸の辺とか顔もちょっとほのかにやっぱり赤くなるのと、うん、あと、 あのー、当然その後シャワー浴びるじゃないですか。本番また生があるんでね。で、シャワー浴びて、全部綺麗にすんですけど、しばらく経って、か、体が酒臭いんですよ。うん。汗。汗が酒のお。だからやっぱもう吸収しちゃってるんですその皮膚から。<ー>毛穴とか。だかそこからまた、ね、表面は取っても、また汗で、その酒が出てくるんだね。 だからまあ、あ、あ,あ、すげえ酒の匂いっていうね。うん。だからやっぱ、それはあるんだろうね。僕ぐらいガードされてても、あれですから、亀梨くんなんてもう相当多分やられて、もうずっとあの、ユニフォームをギュギュ絞ってましたからね、着てたやつをね。多分相当だったんじゃないですか。で、上田はね、着てたんですけどね、あの、ビールかけは参加してなかったんで。うん。g o i ングはあの亀梨くんだけだ。ああ、ね、うん。そうそうそう。 で上田はまたあの控え室の、まあ、控え室がまたあの東京ドームホテルのもう部屋なんで,、うん、でもも多分隣の辺りいるんでなんか来てさでずっと俺は本番まであのビールかき行く前は上田とずっとホテルで話してたんだけどだからもうすげえ怒られましたよだから俺が。 あの、完全防備で。お前、完全防備に来てるじゃないですか。だったら行くなみたいな。あそうだね。そりゃそうだどっちなんだよ。どっちつかずなんだよな、お前のやることって。で、怒られましたよ。本当にさ、迷惑だよ。迷惑言われよし本当厄介者だよね、お前。なんだよ、つって。なんなんだよ。あ取り扱いが難しすぎるんだよな、お前。そうですよね。どうしたのいやいや、ビールかけ。 参加したいんですや、えー、だからそれがビールかけなんですよ。酒を浴びちゃうとダメなんでね、ちょっとね。いやいやだからそれがビールかけなんですよ。でも酒をかけるっていうい、えー、書いてビールかけって読むんですから。いや、そうですよね。えー、えー。だからそれでもまあ別にね、大丈夫な人は いいんでしょうけども。ダメな人なんですかってことですダメな人なんですよ。じゃあダメでしょ。参加は。もうこんなチャンスないんでね。いや、チャンスも何も。だったらダメでもいいやで参加するか。どっちかですよね。いや、でほら、あの、放送ができなくなっちゃうと困るってことですよ。その後生でね。あるんで。うん。その後俺が、ね、頑張ればいいんじゃないんですかいや、俺、結構ね、全身が痺れるパターンじゃない よ <laughs> っ,、ね、っちゃうと。ねよっちゃうと。じゃあ、ね、勝ち上がれない時とかあったりするじゃないですか。<laughs> うんうん、お父さんもご存知の通り。えー、あれになっちゃったり、あとほら、あの、頭がバレそうでボロボロ泣いちゃういや、だから、だ、ダメ <laughs> <当>たら、本当行かない方がいいんですよ <laughs>、ね。ジャイアンツが感動して泣いてんのか、<laughs> わかんないじゃないですか。えー、どういうことなんだ、こいつはってことになっちゃうんで。それはまあ、ちょっとね、勘弁ってことで。勘弁じゃないよ。ビールかけなんだから。<laughs> こっちが勘弁ですよ。まあね。本当に。原さんに気遣うしね。もう各方面にいろいろね。せっかくの優勝、台無しですよ。いや、本当に。ね。よかった。まあ、ジャイアンツ愛はあるんでね。ビール、ビーいや、だったらもう行くべきだよ。すっぱだかで。えいや、すっぱだからそれぐらい見せつけてもらえなきゃさ。まあまあまあね。すっぱだか向こうがお断りですからね。だって海パン一丁で。飛び込むべきです。まあね。 すごいことになるんだろうね <laughs>。どうなるんですかいパン一いったら、まあ、かけてくださいでしょうからねそ、そんなのねもね。そそれはもう。芸人だったらそれぐらいやんなきゃね。すごいだろうね、うん、そんなことになったらね。まあ、担ぎ、まあ、要は、救出されて、たぶんぶっ倒れるでしょ、そんなの、途中で。わかんないですよ、ね、それぶっ倒れるから。まあ、それかはも原さんに顔にゲロ。監督を、勇者うわ、うわ、うわ、 おめでとうございます一回やそれったらもう、ことになる。本当にダメだよ。もうダメだよ。永久決断。関係なくね。<laughs> 永久決断。<laughs> 本当に永久決番ですね。ね、生中継でこれ、まあ、我々のは収録でね、その、<laughs> あれだったんですけど、これ生でやっちゃったらとんでもないことになるんだろうね。